どこだ？どこにいる？確かに見た。この町のどこかに選択した奴がいる。何食べたい？なんでもいい。違う。どこだ？いないなんてことないよな。選択を見たから来てやっている。今の。そうか。これは求めた者たちの物語。かような世界でも求めることをやめなかった者たちの物語。そう心得ていただきたい。君、そう、そこの君だ。この光景を見ているということは、いずれ君は選択をする側のものとなるという理解でよろしいかな。我々がベルベットルームと呼ぶこの場所に。ならば楽しみにしていよう。君が客人として訪れるの。